立花の慶一郎は、日本の政治家、実業家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党総務部会長。復興副大臣、総務大臣政務官、衆議院文部科学委員長、富山県高岡市長等を務めた。父は、衆議院議員や富山県議会議員を務めた、立花の幸太郎。富山県高岡市生まれ。 高岡市立森山小学校、高岡市立式の中学校、富山県立高岡高等学校、東京大学法学部、第二類卒業。1984年、北海道開発庁に入庁。在職中に、イギリスに留学し、1989年6月に、ケンブリッジ大学大学院修士課程を修了。父、 立花の幸太郎の衆議院議員当選により、1993年に退官。父が代表取締役社長を務めていた、思議会理君僧に入社し、同社代表取締役副社長に就任。1995年より、同社代表取締役社長。2004年、高岡市長選挙に無所属で立候補。 元富山県議会議員の向井栄治も公明党の推薦及び民主党の指示を受けて立候補を表明し保守分裂の様相を呈したが立花が約1万秒差で向井を破り初当選した2005年10月30日高岡市福岡町の合併により市長を自動失職し新たに発足する高岡市の市長選に自民、公明 民主3党の推薦を受けて立候補。立花の以外に立候補を届け出た者がいなかったため、無投票で高岡市長に当選した。高岡市長在任中は前述の市町村合併や高岡市総合裁場の建設等を推進した。2009年4月、自民党富山県連幹部からの要請を受け、第45回衆議院議員総選挙に、 富山三区から出馬する意向を表明し、同年6月に高岡市長を辞職した。富山三区では、立花の母校である、富山県立高岡高等学校の先輩にあたる、無所属の野党統一候補、相本義彦の優勢が伝えられていたが、相本やみんなの党が推薦する元富山県議会議員の柴田匠らを破り、当選した。2012年の、 第46回衆議院議員総選挙で、富山3区で7割超の票を獲得し、再選。選挙後に発足した第2次、安倍内閣で、総務大臣政務官に任命される。2014年の第47回衆議院議員総選挙で参戦。2015年10月、自民党総務部会長に起用される。 2016年8月、第3次安倍第2次改造内閣で復興副大臣に就任。2017年の第48回衆議院議員総選挙で4選。2018年10月、第4次安倍改造内閣で復興副大臣に就任。2019年10月、文部科学委員長に就任。2020年10月6日、自民党総務部会長に、 再び就任し、地方自治分野、情報通信分野、行政管理、評価、統計を担う。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で5選。ありがとうございます。